こんにちは、そっか、塾のここです。自分の気持ちを誰かに正確に伝えることって難しいって感じるときありますよねいや。これなんでね、難しいって思っちゃうのかってことなんですけども、これ、簡単な言葉を使ってないからじゃないかなと思うんですよ。自分の感情といっても、そんなにね、複雑で高度なものって私たちは多用してないと思うんですよね。まあ、ですんで、楽しい、嬉しい、ありがとう、助けて、痛い,いよ。 怖いこういう言葉だとダイレクトに自分の感情って伝わるんじゃないかなと思うんですよね。あとね、具体的にどんな時に言葉を伝えるのが難しい、感情を伝えるのが難しいと、そんな経験をしたかってことを、やっぱりね、記録しとくってことが大事なんですよ。で、そのシチュエーションに対してどういうやり取りをすれば最適だったのか、時には無言が最適ってこともあるんですよね。昔から言いますけども、最も雄弁なのは、 何も語らないことっていうことわざがあるんですよ。これはね、世界いろんな言語で同じようなことわざがあって。私ね、確かにそうだなと思ったんですよ。例えばね。機嫌が悪い時って無口になるっていうことがあると思います。まあ、つまり、いろんな言葉を投げかけても。返事がなかったり、あやそっけなかったりしたら。あれ、何かあったのかな、もしかして、これかな、あれかな、それかなというふうに。何も発しないことによって。 話し手がねいろいろ想像してその人からその人の雰囲気からさまざまなものを勝手に想像して受け取っていくんですよねまあこれも無言が最も雄弁であるってことの一つかもしれませんしものすごく感動して言葉を失う時ってありますよね嬉しくって嬉しくって言葉を失う時ってそういう時って何も言わないことによって感動が表現されてるんですよねむしろ言葉にした方が安っぽいっていう まあそういうふうな表現もあるんですよね。まあでもそんなことって人生にめったにないと思うんですよ。それこそ毎日のようにそんなね驚きとか悪意や感動に満ちたそんな日々ってのはなかなか出会えないと思うんでやっぱ伝えることってすごくシンプルで分かりやすい言葉でいいのかなと思うんですよ。で今回はですねまあ自分の言葉そして相手の知ってる言葉を駆使してそれでも 印象深く、あ、これが大事なことなんだなっていう風に要点を伝えるためのヒントを少しお話ししようかと思います。あの、やっぱりね、シンプルに物を伝えようと思ったら相手の知っている言葉を使わないとダメなんですよね。自分のキーワードが入っているいろんな戸棚の重箱の隅から持ってきた言葉それこそ自分すら滅多に使わないような言葉っていうのはさすがにね、使わない方がいいかなと思うんですよね。だから普段から使い慣れている言葉をやっぱり普段のように 使った私はいつも思うんですけども YouTube を見てねかなり難しいことを話してれば別なんですけどもあのカレーを食べたりね、パンを食べたりその他、何かね車に乗ったりとか海に行ったりとか綺麗な景色を見たりそういう時の感想動画ってのもあげてるんですけどもおそらくそういう動画って小学生が見ても気持ちが伝わると思うんですよ。 でも不思議ですよね感じてるのは私なのに同じように感じさせるための言葉があるなんてねだってとっても嬉しかったり痛かったりそれからあったかかったり冷たかったりするそういうふうな感じ方って人に伝えようがないはずなんですよでもシンプルに「あ冷た!」とかやるとその図を見た人が自分も冷たい経験をしたことを想像するんですよねそのために必要なのが表情だったり仕草だったりするんですよ 冷たとかやったりねあちーとかやったりね全然違いますよね表情とか身振り手振りがでそういうのを見て多分感じるんだなと思いますし冷たいものを飲んで例えばコーラを飲んで「ー」ってなってね「頭痛ってなったりとかねカレーを食べて「はー」ってなっているところって多分それほど言葉を使ってないのに視聴者さんに伝わりやすい表現なんじゃないかなと思うんですよで出た言葉が 辛かった激辛って言ったらどうかなと思うんですよね。すごく使い慣れたシンプルな言葉ですよね。だけども、なんか胸の底から自分まで辛くなっちゃった。ひいてはどんな辛さなの食べてみたいなっていうふうに気になっちゃって、最後の、いや今回食べたのはこのカレーですっていうのを待ってしまうみたいなね。まあ、そんなことってあると思うんですよ。ですんで、伝える時に相当複雑なことをしてるんだったら別ですけども、多分普段のやりとりの中で、 難しいことってあんまりなくってそれがなんで難しくなっちゃうかっていうと難しい表現を使うからかなと非常に簡単で使い慣れたものを使っていけばいいのかなと思うわけなんですよねで、私はね特に前置詞ってものをね使うことによって人にはもっともっと伝わりやすくなると思うんですよ例えばですよっていう言葉、今のです例えばっていうことによってどんな例えが出てくるのかなっていうふうに注目するでしょう。 だからだからの後もそうですだから何を言うとしてるのかごちゃごちゃっとしたエピソードの中でこの人は一体結論として何を伝えようとしてるのかなっていうふうなところがだからの後に潜んでるんですよでもでもの後には本音が待ってますだからやっぱりえってなっちゃうんですよね例えば政治結社の「れいわ新選組」ってのがあります私はれいわ新選組が大好きなんですよ「でも」って言うとその後に本音が続くんで聞き見を断ちちゃいますね そういういことも伝伝わりやすすすくものを伝えるコツです前知事で知しかしねしかしもそうですその後に本音が隠れてるんですよね今まで随分と同意的なことを言ったダメのだけどもしかしっていうことによってえ何を隠してたんだこの人はみたいな注目が集まるわけですよねこれは逆の使い方もできてものすごく何かをいわゆるディスっていた時にでもねしかしっていう後には これほどまでに意味嫌っていたものの中にも何か美点があるんだろうかっていうふうに注目させることができるんですよね。でこういうふうにトークっていうのはすごく簡単な言葉と簡単な表情ってね身振り手振りを使うことによって実は言葉以上に言葉薬以上に伝えやすくなるっていうところがあります。むしろ大事なことっていうのは少ない言葉で伝わりやすくなるのかなと思うんですね。で話が長くなればなるほどこれは 分かりにくくなって混乱しちゃうのかなと思いますんで大事なときには短い言葉で終わらした方がいいのかなと思うわけなんですよねさあ今日もいろいろとお話ししましたけども伝え方っていうのは小学生でもお小遣いちょうだいと宿題やりたくないさまざまな表現を使ってくれますよねなぜか年を追うごとに二十歳になって三十になって四十になって本音を隠しながら 周りの人の空気を読みながら表現をどっちつかずにするとものすごく伝わりにくくなるんですよねまあ岸田総理もそんな感じじゃないですか一体何を言うとしてるのか分かんないんですよ官僚答弁っていうのはどっちにも取れることを延々とあの時間を使って言ってるわけなんですよねだからこういうふうに山本太郎さんとか言うんですよイエスかノーかでお答えくださいとねでもイエスかノーかで答える大臣なんていないんですよ 検討に検討を重ねて、それは場合によっては一般論で申し上げますと、個別の事案についてはお答えを控えさせていただきます。ものすごく曖昧で結局、こねくり回して一体何を言ってるのかわかんなくなるんですよね。むしろ何を言ってるのかわからないように表現して相手の勘違いを誘う、そんな作戦なのかもしれないなと思います。ですから、イエスかノーかでお答えくださいっていうようなね、質問になっちゃうんですよね。はい。わかりやすく伝えるためには、こういうふうにものすごく短くシンプルに 普段使い慣れてる言葉を駆使した方がいいのかなと思うわけなんですよね。そうすると多分短い時間で問題っていうのは解決する。つまり解決っていうのは明るい方向にばかりではなく破綻という終着駅を迎えるかもしれませんけどね。はい。で、今回はね、あの、どういうふうに伝えるかってことの一例をお話ししましたけども、まだね、えー、今回別の動画の方でサムネイルに使えるキーワード、ね、こちらの方を 訴求というテーマでお話したものがありますんで、えー、よろしかったらね、そちらの方もご覧いただきたいと思います。えっ、ー、と、今後ね、訴求のコーナーに関しましては、えー、数字の訴求っていうのがあります。例えば、99%お得ですとかね、それからあ、何分でできます、3分で稼げるんですよとかね、こういった数を使ったもの、数の訴求っていうのがあります。次にね、否定訴求っていうのがあります。うん、何々するなとかね、それから NG ですよとかね、 そういうふうに何がダメなのかってことをね注目させる訴求ですそして三つ目に権威性の訴求です元自衛官とかね、億万長者とかね、逆の権威性として元ホームレスとかね、そういうふうな多くの人にはなかなか経験できなかったような資格ですとか体験とかをお持ちの方が私の立場からお答えしますとねっていうところで権威性の訴求ができるということになります そのためのね、例をまたお話し,しますので、これすぐに上げるかどうかわかりませんけども、アップロードした際にはそちらの方もご観覧ください。それでは、気になるとこシリーズ、今回は219話ですね。終了でございます。タカさんお疲れ様です。